日本で一番ユーモラスな理科の先生、根本マンです。今回はですね、リカルタのルにありましたが、同時刻に星座は東から西に移動して見えるんですが、月は同じ時刻に西から東に移動して見えると、その理由について、リカルタで説明したんですが、この理由とすると月が地球の周りを公転しているためということで、ただしこれ皆さんに随分見ていただいてるんですが、それでもまあ納得ができないという人が結構いるかと思うので、ちょうどですね、YouTube で、CG ムービー人理科さんですか、CG ムービー人理科さん、読み方わかんないですが、この方の動画がコンピュータグラフィックを利用した動画が素晴らしいので、ぜひこの方の動画を見て、チャンネル登録して見ていただけるといいと思います。今日はそれをお借りして、皆さんに、説明したいと思います。はい、ではこの CG を見てください。ここは、太陽、月、地球、これが一図に、なっている状態、これ月が新月の状態を表しています。これをちょっと動かします。はい、どうでしょうか。この地点で、三日月、ほぼ三日月ですかね、こんな感じで見えますが、地球が自転をしている。そしてここが、この地点がちょうど夕方6時とかなんです。夕方6時、これ地平線で、正面が南、左、東、右が西、そうするとこの三日月はかなり西の低い空にこの三日月が見えてる、ということです。よろしいでしょうか。はい、動かします。はい、三日月がかなり膨れてきましたが、はい、先ほどですね、かなり低い、西の低い空だったのが、ほら、西よりも南寄りに来てます。よろしいですか。はい、ちょうどここで、これ分かりますか。上弦の月です。そうすると、夕方の6時頃、見てください。上弦の月が、真南です。三日月型の時には、6時に、西の低い空だったのが、だんだん南寄りに来て、とうとう上弦の月で、真南に来てると。同じ時刻に、月がどんどん西から東に動いているということがこれで分かると思います。はい、さらに動かします。はい、ここが真南よりも、はい、東寄りに動いています。はい、はい、さらに東に動いていきます。はい、でこれがもうほぼ満月ですね。満月がもうこの6時に、ちょっと出てきたところで、東にちょうど満月が見えるということで、よろしいでしょうか。なぜ、同じ時刻に月が西から東に移動して見えるのか。月が、地球の周りを約1ヶ月で公転をしているからです。この左回りに、北極星側から見て左回りに公転をしているので、これはどんどん左の方向に動いて、左の方向ということは、これは西から東の方向に動いているということです。これでよく分かったと思います。はい、この CG も素晴らしいので紹介したいと思います。はい、夜中の3時、はい、1日目、夜中の3時にこの位置、かなり、西の方角に見えます。はい、これ回って、ここが3時ですね、3時。はい、2日目、はい、かなり南寄りに、来てます。はい、3日目です。はい、もうほぼ南と言ってもいいですね。はい、
はい、4日目です。少し満月に近づいてきてます。はい。はい、5日目がこんな感じです。はい、このようによろしいですか。夜中の3時に、最初はこの、西の低い位置にあったのが、はい、1日目、2日目、3日目、4日目、5日目と、この満ち欠けをしながら、西から東に、どん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 同じ時刻に、夜中の3時、同じ時刻に、月というのは、西から東に動いて見える。これは月が地球の周りを約1ヶ月でこう一周、公転をしているからだというのは、これで、よーく分かったと思います。